はい、たーい FM 小座をお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は9時を回っています。小座ジラバ始まりました。びっくりですよね。何ヶ月ぶりかな。皆さんお久しぶりです。田辺ゆきと申します。 FM 小座超お久しぶりに来ました。よろしくお願いします。またね、小座ジラバシーズン3、今日から始めていきたいと思います。2月3日旧暦12月18日小座ジラバ始まります。いやー、沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから久しぶりに喋ります。よろしくお願いします。やっぱり小座は夜の街ですね。全然違う。いつもね、私朝と昼しか喋ったことなかったんですけど、活気があるわ。やっぱりちょっとたまには小座に来ないとと思いました。これからね、まあできるだけ毎週来たいと思います。よろしくお願いします。この番組は小座ジラバ、今までやっていたのとまあほとんど一緒なんですけど、沖縄の芸能、まあそして特にラジオですので、沖縄の音楽を中心にかけていきたいと思います。沖縄、まあ、沖縄民謡だけじゃなくて、琉球湖の民謡全部、民謡も古謡も、リクエストもお待ちしております。雇用のリクエストって、まあ、あんまないと思いますけどね。マニアックな人大歓迎です。はい。で、あとはですね、ゆき、あ、田辺ゆきといいんですけど、ゆきの寸劇もちょっと入ります。そして、ゆきへの質問コーナー。ちょっとね、まだこの時間珍しいので、あ、誰って思った人はいろいろ質問してください。そして、あとは曲をね、楽しんでいこうじゃないかという番組です。よろしくお願いします。では、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。ぜひメッセージお待ちしております。そしてツイキャスト、ユーストリームもやっています。 FM コザのホームページから見ることができます。ほほほ、あ、ツイキャスの画面今開いたらなんか雪降ってるこんなのできるんですか。誰かが降らしてくれてるんですかね。ありがとうございます。早速、野の中の銀のほたるさん、こんばんは、ゆきさん。ありがとうございます。よく気づいてくれましたね。そうなんですよ。こんばんは、どうもよろしくお願いします。曲のジャンルは沖縄民謡です。それ以外は受け付けません。はい、他のね、時間でいろいろかかると思うので、この9時台は沖縄民謡だけをかけていきますよ。よろしくお願いします。はい、銀のホタルさんは確か嫌いですよね、沖縄民謡。まあ、まあ、間にユンタクも入ってきますので、まあ、全然面白くないってことはないかな、と思います。よろしくお願いします。そうそうそう、ちょっとね、構成も今考えたじゃない、これ今日からなので、ちょっと、たどたどしいですけれども、やっていきたいと思います。番組は説明は分かりましたかね。まあまあ徐々にこんな感じってやったら分かるかな。では始めてまいります。はい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 、小座ジラバシーズン3。ゆきさんに聞いてみる。ではまず原国さんからのメールです。ゆきさんはなぜゆきという名前なんですか。お答えします。時にも雪が降ってたらしいですね。はい、それで雪って名前にしたって聞きました。寒いのは苦手ですね。あ、まあそれは聞いてないか。次、ゆきさんに聞いてみる。
続いて大見茶さんからの質問でございます。寒いですね。寒さ対策教えてください。寒いですよね。本当に寒いですよ。2月3日、まあね、節分の日ですからね。そうそうそう、毎年2月が一番寒いんだわ。寒いの、そう、さっき言ったけど苦手なんで、すごいですよ、寒さ対策は。あ、でも一番は、沖縄に来ることだと思います。全然違うもん。私、京都から来たんですけど、あ、もう、もう、京都で頑張って暖房つけたぐらいです、今、この、沖縄の外、今の外の気温が、多分、家の中で暖房頑張って炊いてこれぐらいかな、そこまでいかんかな、でも、それぐらいだから、まあ、寒い時だけ沖縄に住むとかやってる人いるんじゃないかな。もうなんか暖房頑張って炊くより絶対沖縄に来た方が早い。いや、沖縄の人はどうなのかっていう話ですよね。ここ沖縄なので。当たり前かもしれないですけど、寒いなって思う前にもう着込んどく。着込むの苦手だったら嫌かもしれないけど、寒さよりはもうまだちょっと寒って思う前にちゃんと寒くなるからって言っていろいろ履いておく。これが一番です。もう寒さに追いつかれない。これが一番ですね。はい。世の中のギナホタさん、やっぱり民謡、コザジラバの進化系番組、はい、そうです、やっぱり民謡。民謡をかけますね。はい、今間違って民謡かけようと思っていたのに先に違うコーナーやっちゃったんですけど、今からかけますから、では1時、真昼でも寒い、ね、マジ寒い、なんかね、太吾さん、山形でしたかね、マジ寒いですよね、もう外出られないです、私だったら。ちょっと、節分の、なんか楽しみ方ないかなと思って、豆まき普通にやるんじゃなくて、ちょっとなんかアレンジしたいなって、こう、豆まき自体にもすごく意味があるんだと思うんですけど、多分もう昔からいろいろアレンジされて今のこの鬼の面かぶった人に豆投げるっていうのができてると思うので、別にアレンジしていいかなと思うんですよね。だから前親戚の結婚式で、福井県なんですけどね、福井県では結婚式やる家の人が2階から下に、町の人にお餅とか投げるんですよ。あんな感じでそれをやったことがあるんですけど、ちょっと気分良かったです。お餅を2階からバーって投げるんですよ。したら下にもう町内の人がわーって集まってきていて、袋を広げて
わーってわーってこう下から受けてるんですよ。それに向かってポイポイ投げるんですけど、あのなんか鯉に餌やってる気分でしたねはい、なんかいい楽しみ方ないですかね。さあさあさあ、それでは民謡です。この番組ではお届けします。1曲目、上原智子さんで高尾山。こちらはお送りしてます。高尾山、上原智子さんの歌聞いていただきました。いやーすごい、あのね、生で見た時にびっくりして、なんかもう指、これ早弾き、もちろん早弾きなんですけど、もう鮮やかすぎて指見てたらもうダンスしてるみたいだし、もうすごかったんで、すごいもう衝撃を受けたので、これをねちょっと1曲目に選んでみました。では質問が来ましたのでね、さっきのもう一つありがとうございます。質問です。ゆきさんに聞いてみる。野の中の銀の蛍さんからです。底冷えの強い京都から寒いのが嫌で、なんで暖房設備の乏しい沖縄へ来たのですか。
では2曲目参ります。ハリミズのクイチャーお届けしますね。最近ちょっと別の番組で忍冬勢、宮古にあった悪性忍冬勢についてちょっとね勉強していて、税金をもう一律すんごい割合で一人一人にかけられる。今だったら働いてもらうお金と税金取ってたら絶対税金の方がもう何割とかじゃないですか。でもその忍冬勢はほとんど全部税金に納めて自分の取り分ないぐらいのひどいもので、でしかも15歳から50歳ぐらいのもう働ける間ずっと一人頭それっていう決まってて、でそれが払えなかったら別のなんかグループ作ってて、そのグループの人が補填して、でそれが無理だったら隣の村のところから補填してっていう風にもう全員で共同で責任取らないといけなくて、もうすごいひどいものでね、この、琉球から薩摩に変わって薩摩のからの支配になった時に、その琉球の元々の役人のね今までの分をちょっといきなりなくすと、反発があるだろうということで琉球の役人も残しつつ、で新しく来た役人もいるので、こう二重にその 役人のためにね払わないといけなかったっていうのがありまして、それがねほんの百数十年前まであったということでね、それがこの廃止されていった経緯とかをねちょっと最近勉強したんですけれども、でそれが廃止された時の宮古の人たちの喜びを、もうすごいもんですよね、解放されたっていうね、その時に歌われたというハリミズのクイチャーです。歌詞はですね、ハリミズのね港のところに砂があるんじゃ、砂浜だから砂があるじゃないですか。でその砂が一粒一粒がこの税金泡とか納めないといけなかったんですけど、泡だったらどんなにいいだろう、一粒一粒がね。でそのあとはこの女性の方は旗織り、この綺麗な布を織ってそれを納めたりしてたんですけど、その糸に変わったらなんていいんだろう。で、この税金はね、そう、もしこの砂が全部そうだったら厳しい税金を払わなくても、払うためにこの働かないでも楽になれるのにっていう歌詞。そしたらもうみんな全部の村の人がみんな喜ぶのにっていう歌詞です。はい、ではお聞きください。大工哲弘さんと国吉源次さんです。
国吉源次さんと大工哲弘さんによるパルミズのクイチャーをお聞きいただきました。いやー、掛け声を言わずにいられないですね。そして皆さん踊ったんじゃないでしょうかね。はい、それでは CM を挟んでゲストさんの登場です。5年、すごい。なんかやってるんですか。はい、民謡。ああ、そうですよね。いや、結構音楽がレトロな感じで結構流れるな。かないとかけられない。あ、はいはいはい、もう大好きです。ね、はいはい。そうなんですね。師匠はどなたですか。あ、またよし清秀ってもう亡くなったんですけど、琉球民謡協会。一回ゲストに来てもらいました。CD はこれ。あと1分で始まります。カメラが映らないです、アカネさんが。ちょっと動かしてもらえばいいな。でも入りました。この YouTube の方は入ってます。入ってますか。今入ってますね。でマイクは近づけてもらうんですか。動かして大丈夫です。私が大体こうでした。でも前そんな思わなかったですよ。はい、割と。いや、逆にいいかもしれないです。せーの。コザジラバ、お送りしております。シーズン3です。それでは今日はゲストさんが来てくださったので、早速自己紹介お願いします。はい、皆さん今日は節分ですよ。一緒にこのコールをやってほしいです。いきますよ。鬼は外、鬼は外、鬼は外、福は内、福は内、入ってきた入ってきた入ってきた。沖縄さんさんすごいね。はい、イチエウガナビラはね、ユンタンジャ生まれ、ユンタンジャ育ち、アンシ八重瀬町のユミナ島移民、生ウラシウティクラ町移民、琉球舞踊家の千葉なさんよりんでイチョウイビミシチョウというたびミシュービリー、ユタサルグトニゲーサビラ、はい、ニゲーサビラ。そして3名来ていただいてます。日本語でいいですか。大丈夫です。はい、浦添から来ました、前里茜と申します。沖縄さんさんの演出助手をさせていただいております。はい、よろしくお願いします。そしてハイタイ野里陽子です。沖縄さんさんの事務局で裏方頑張っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい賑やか。はい、すごい、あの夜の小座という感じです。はい、服入ってきましたね。入ってきました、入ってきました。もうすごいパッと明るくなりました。すごい、そう、今日節分だから、あ、そういえば恵方巻き食べたって言ってたので、はい、私まだ食べてないな、何でパワーを得ろうかなと思ったら、はい、やっぱりこのコールをかけたらちゃんと服が入ってきたと思って。本当に恵方巻きに入ってまいりました。でね、沖縄さんさんって掛け声ありましたけど、はい、何ですか。実は私たちが作っている作品、琉球舞踊を題材にして、はい、新しく舞踊化いたしました歌舞劇沖縄さんさんというのが歌舞劇、はい、うん、ありますのタイトルですね。はい、そうです。じゃあちょっと BGM も変えながら、 ありがとうございます。ちょっとこの沖縄さんさんに使われてる曲です ね、はい、ですね、をちょっと BGM にかけながらお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、あの舞踊家の方はね、あんまり来られてないんですよ。うん、あ、そうですよね。はい、あの
あのビジュアルそうそうビジュアルでね、あのミュージシャンは多いんですけど、ビジュアルじゃないですか。でラジオで伝えにくいので、でもすごいですね。いやいやいや、今頑張って喋ってるんですよ実はあの、うん、こういう言い方もありましたですね、舞台はピカイチ、トークはイマイチみたいなすごい、何それ持ちネタ。だからさっきの台本を書いてますとりあえずこれから喋るのはどうなるかがわからないんですけど、最後までお付き合いください、よろしくお願いします。面白い、なんかこの3名のデコボココンビがもうすいません、もう面白いですよろしくお願いします、はい、ね、そして、演出助手をされてる、はい、茜さんと、はい、で事務局をされてる陽子さんですね、はい、よろしくお願いします、はい、します、ではこのちょっと今聞こえてきましたけれども、沖縄さんさんという公演について、はい、まずどんな内容なんでしょうか。歌舞劇ということですけど、ちょっとあらすじがあるので、はい、じゃあ陽子さんに、はい、沖縄さんさんのストーリーをちょっとご紹介したいと思います、はいはい、かつて沖縄が琉球王国と呼ばれた140年前頃のお話です。漁師のサンラーが夜明け前に船に乗り、昇る朝日に向かって力強く漁を始めると、美しい村の娘カナーは海に向かい、サンラーの無事を祈るんですね、うん、思いは空を飛び船を守るのだ。心を寄せ合うサンラーとカナーを華やかな村の娘たちは密かに応援し、二人はやがて永遠の愛を誓います、うん、小さな島でたくましく生きる人々の暮らしをバイオリンと三線の生演奏、沖縄の島々に伝わるパワフルな歌と踊りで描くノンバーバルエンターテインメント、命の賛歌、愛と喜びにあふれたご家族で楽しめる新感覚の沖縄芸能作品となっております。したいやー元気バッチリってことですね。ドラマチックですね。そうですね、うん、あの演出家の三角春夫先生って東京の方なんですけど、はい、その先生が作品を書いてくださって、うん、で先生はもう50年ぐらい前ですかね、うん、復帰前ね、復帰前ぐらいから、そうそう、沖縄のこの伝統芸能を取材して、はい、その島々に伝わる歌を拾い集めて CD にして、うん、はい、で沖縄のこのパワフルさ、うん、沖縄にしかない、ものを何か作りたいということで、うん、沖縄さんさんを書いてもらいました。へえ、すごい。じゃあ台本には楽曲と三角先生の思いがザッって書いてあるんですけど、はいはい、最終的に全部カットになってこの思いを受けて全て千葉のさゆりさんが舞踊にしました。あ、だってね、ノンバーバルっておっしゃったので、うん、そうですね、ノンバーバルにしたいっていうのはプロデューサーの下山さんの方が、うん、はい、ぜひノンバーバルでっていう、はい、なんだよ、そうそう、世界中の誰が見ても伝わるものをという、はい、どこにでも持っていきたい、世界中どこにでも、ニューヨークでも東京でも南アフリカでも、はい、どこにでも通用する作品を作りたいっていう思いがあって、はい、それでノンバーバルってなったんですけど、はい、この三角さんの思いが文字にしたらいっぱいあるけど、そうです、もうあえて言葉は使わずに言葉は使わずに、はい、はい、一応喋ってるんですけど名前とかしか読んでないです。あ、サンダーとか、はいはいはい、カナーとかそれだけで成立してるよね。へえ、じゃあ基本は踊り。そうですね、うん、琉球舞踊がベースで、うん、はい、今私たちが踊る原点というかそういうのも見つけながら、新しい感覚で温故知新を並べたものを体で、はい、うん、どれだけ表せるかというのを、うん、念頭に置いて振り付けてみました。すごい、でも今そう聞いても浮かばないです。琉球舞踊とはでもまた違うんですよね。その、そうですね、踏まえて琉球舞踊を踏まえて、うん、腰の落とし方とか、はいはい、手の所作の仕方とか、はい、そういうのを踏まえて今我々がやる意味みたいのを問い詰めながら、うん、稽古に励んで舞台を、うん、に開けてます、うん、さゆりさんは琉球舞踊家ですよね。はい、琉球舞踊家です、はい、どっからどう見ても分からんけど自分で思ってますオーラが出てるはいはい、じゃあちょっと基本はもう全部分かった上で振り付けを
この独自オリジナルってことですね。オリジナルですね、はい、オリジナル創作にして、はいはいはい、あのいろんな方がいろんな先生方から私もあの琉球舞踊の良さを学んだので、あのそれをちゃんと念頭に置いて、うん、私ならではの振りにしたいなという思いをぶつけてですね、三住先生にあの太鼓判を押されるように頑張っています。へー、じゃあそういうそうそうたる方々と一緒に作られてる。いや、もうスタッフはすごいですよ、はい、東京のね、なんて言ったらいいのか、この衣装の人もそうだし、この舞台の背景幕とかそういうことを考えてくれた方も、はい、なんだろう、普通に自分たちで作品を作ろうと思ったら絶対出会えない人たちと一緒にお仕事させてもらえるので、はい、いや、島山さんすごいなって思います。本当ですね、どんなものでもそうだと思うんですけど、一人ではやっぱりどうしてもできない、うん、だけど人数の素直いで、うん、それぞれの持ってるものを一つに集めたら、うん、こんなことになるんだなっていうのを改めて、うん、舞台をやるたんびに思います。じゃあ踊り手がいて、で、はい、あと演奏、三線とバイオリンっておっしゃいましたよね、はい、三線とバイオリンと太鼓、太鼓もいますね、太鼓、はいはい、一番最初はバイオリンしかいなくて、はい、バイオリンだけだったんですけど、次の回から三線が入って、はい、で2年後にやっぱり太鼓も欲しいなっていうことで、うん、太鼓が入って、うん、三住先生はね、太鼓が入ったら立ち方が負けるんじゃないかって心配されてたんですけど、いや、さすがそこはイハハズキ、はずきちゃんの太鼓すごいかっこいいですよね。すごいんですよ、うん、で出るとこは出るし、弾くところはもう綺麗に弾くし、はいはいはい、この塩梅というか、はい、もう完璧です。かっこいいなみたいな、はずかっこいい、うん、へ、じゃあ踊りは何人で踊られるんですか。初演の時は6名いたんですけど、はい、もともとの構成が舞台上に8名、うんうん、音楽も含めて8名というのがプランだったので、はい、これが6名からだんだん地方に回ってですね、今5名で立ち方は、はい、立ち方5名で演じてます。へ、割とじゃあすっきり、そうですね、すっきりしてます。へその分あのパワフルに動かないといけないというのが、あの舞踊家の務めなんですけど、あの、うん、振り付けだけじゃなくて出演されるんですか。はい将来現役でいきたいなと思ってます。でもこの作品結構本当にハードなんですね、はい、あのだからいつまで踊れるかわからないんですけど。あ、この作品は長年されてるんですか。5年目ですね、2013年に初演だったので、はいはい、5年目なんですけれども、この間ついに100回の公演を達成しました。次、すごいことですね。次の回が101回目なんです。聞いたことありますよね、101回目のプロポーズみたいな。何かが起こるかもしれない。でも100回って番組で言ったら毎週やってて2年ぐらいかな、うん、2年ぐらいかな、だからすごいことですね、毎週やってて100、それだから、うん、すごいことですね。気がつけば、でも本当にコツコツって感じがします。へ、一気にバーってここまで来たっていうよりも少しずつ少しずつ重ねて重ねて重ねて今100回目。あ、今日も公演だったんですか。今日は公演というか、あのイベントに参加させてもらうことができて、はい、今日から沖縄国際遊覧博覧会が、あの海洋博公演の方であってですね、はい、その覧を見に来たお客さんが突然この覧に囲まれた空間にパワーテントが立ってて、はい、そこで千葉のさゆりが踊るっていう。もっといますよ。へ、素敵。7名の演者と、そうそうそう、20分のショートバージョンだったんですけど、それでも全然も面白かったです。皆さん喜ばれたんじゃないですか。なんか喜んでましたね。ありがたいなと思って、うん、衣装はどんな感じだったんですか。衣装は、大盤振る舞いでしたね。そうですね、バサー、沖縄ならではのバサーと、あと本番でしか見れない引き抜きの衣装を着ましてですね、一瞬で衣装が変わるんですよ、はい、引き抜きって言うんだ、引き抜きって言うんですけど、歌舞伎とかの、そうですね、その要素をちょっと取り入れて、そうです、作品に取り入れてます。すごい、そう、初めて見る子供たちとかはってなりますよ、はってなってる。あ、そういうと変わった、そういうびっくりポイントも、なんかどうなってるかやっぱ分からないみたいで、これはぜひ舞台で見てほしいなと、うん、じゃあ歌と踊りと音楽とですか。歌は歌もありますね、うんうん、
あの立ち方も歌いますし、はい、もちろんあの演奏者も歌いますし、はい、来週の本公演では千秋さん、社会の千秋さんが歌三振を務めますけど、はい、まあ気持ちがいいです。あーすごい、この会場中に響き渡る癒しの声、はいはい、バイオリンの国吉幸子さんは実は沖縄楽器のサンバというのも叩きながらですね、バイオリニストなのにサンバも叩いてるっていう見どころがあります、はい最小限の素晴らしいパフォーマーによる、ね、あの場所はあの会場はどこでしたっけ。あ、会場ははい、沖縄那覇市のテンブスホールという那覇市国際通りの方にあります。テンブスホール4階になります。そちらになります。そしたらそこまで広くないですよね。そうですね、舞台的には、ね、200席ぐらいです、ね、その間近で見れそうですよね。いやもう近いですね。でも近い、うん、この作品は近ければ近いほど立ち方が何て言うんですかね乗るっていうのは変なんですけど、うん、近ければ近いほどエネルギッシュに汗もバーッと飛びながら、うん、バシバシって飛びながら汗飛んできそうですねすごい。でもリューブで汗飛ばなさそうじゃないですか、リューブ一番近くで見ても汗。あ、そうですね、ゆっくりなイメージだから古典はねゆっくりな感じなので、はいはいはい、じわじわと汗が返ってくるんですけど、この作品はそうですね、最初から走っていますので、多分那覇マラソン完走するぐらい見てるんじゃないかなと思います。沖縄マラソンも含めて。もうそれぐらい全身でこう、全身でその物語を、はい。で、この作品では5、6回着替えもあるんですね。はい、なので、舞台で演じてないときは裏で着替えたらもうすぐ出るという形。うん、誰も休んでない。休むことがなく、引っ込んでても休んでない。この着せる人がいるんですか。いや自分で着ます。自分でだからいつ水飲むかみたいになってます。すごい。初めて投資したこの間、大瀬良遥さんって新しく入る人は、うん、水飲むタイミングが分からなかった。で55分水飲まずにやったってハード。あ、55分なんですね。そうなんです。55分で6回着替え。すごい。6回着替えてるね。約6回、多い人6回着替えてる。じゃあもう見ててこう全然飽きない感じですね。いやもう 裏の方が私面白いです。みんな捨ててこで走り回ってますから。上手から下手に捨ててこで走る女子みたいな。もう見せられないんですけど。見せられない。現場見せられないんですけど。それはもう想像にお任せしますけど。そこは想像しなくて大丈夫です。ただこう舞台見てるときは裏のことが一切考えられないぐらい表が充実してるので、はい、うん、あ、そういえば裏もそうなんだっていうのはその本番の前で見てる人はわからないと思いますね、うん、でそうですね、お客様がもっと人がいると思った、うん、そう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 っていう声をよく聞きます。でも実は立ち方5名しかいないんです、はい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 、みたいな。なるほど、すごい。そしたらやったみたいな。ツイキャスでタイゴさんがすげーテンション高いです服が降りてきます、服が降りてきます。いやこれ千葉のさゆりさんのせいですからね、テンション高いのは。私だけだったらこんなにはならない。面白いですあ、野中の木の太さん着てる服が明るいからキャラも明るいって、うん、実は私芸大卒業なんですけど、はいはいはい、芸大の名前がティーダカンカンって呼ばれてるんですよ、はい、太陽、太陽にかん、キラキラしてる、はいはい、でそれをいただいてこれをちゃんと持って毎日おはようみたいな本当元気、さようならみたいな帰る時も元気、お疲れ様でしたこれラジオでは分からないと思うんですけど、もう顔が本当太陽みたいですよ、もうちょっと、ね、赤い感じをつけて、ね、表情も超明るいですああ、外波さんは赤のしましま、あ、そうですね、私も私は服だけ派手なんですけどちょっとテンションあまりねすごいわ、すごいですね、裏で歩くユンケルって呼ばれてる、あ、もう元気もらえるってことですね。で、私が舞台に出てお客様にそのねユンケルのユンケルぐらい、ね、太陽の明るさぐらいをね飛ばしていきたいなと思ってます。すごい、実はここだけの話なんですけど、私がこの中でちょっと年齢を上げてるんですね。あ、平均年齢、平均年齢もうみんな若くてピチピチなんです。でも全然一番さゆりさんが動いてると思います。ジャンプ力とかこの芯のまっすぐさとか、はいはいはい、ブレなさとか、はいはいはい、すごいんですよ。ちょっと経験流れの経験、いやー、なんだろう流れの経験があるのか、経験値じゃないかもしれない他の皆さんも流行、そうですね、琉球舞踊それぞれで流派がありまして、はいはいはい、それぞれで学んでいる、
と方にちょっと声をかけて、じゃあそういう普段ねあのリューブやってる人からしたらすごいあの、まあ、基本はできてるでしょうけど、うん、難しいんじゃないですか、こんなのやったことないみたいな。あ、そうですね、私もこんなことやったことないっていうふうにさせるので自分もできないみたいなあ、頭の中にはあるけど頭にあるけどこんなしやってって言って作って、うん、自分で振り付けといて忘れてあの立ち方に習ってるんですよ、うん、不思議じゃないですか自由ですね、あらららさんが振り付けたよねみたいな。あ、でも後輩が素晴らしくて綺麗にまとめてくれるんですでも そういうことにも挑戦 ね、しながらってことですね。そうですね、すごい。タイトルがじゃあ来てくださいよ踊りにあ踊りに来てください、踊りに裏で待ってます。民謡習ってるって言ったのにね、そうそう踊りで誘うんでしょいや踊りたいですですよね、いや本当に何もできないですよいやいやいやまずフラフラしますから重心とか。じゃあもうタイトルぴったりですね、沖縄さんさん、うん、太陽がさんさんのさんさんですよ ね、 このちょっと難しい感じの、うんうん、やっぱりこの踊りとか楽器とかっていうのは注目されがちですけど、その楽曲の元の曲っていうのが全部あるんですけど、はいはい、オリジナルも何曲か入ってるんですけど、はい、元の楽曲っていうのがその石垣島の竹富島とか、はい、本当に三角先生どこまで行ったんだろうっていうぐらいの小さな島々にしか伝わってない曲を拾ってきて、はい、この曲をこの場面で使ってくれっていう風な台本だったんです。あ、そうか、 CD 聞いたらユンタなんですよ。いやもうだから元の曲聞いたらそれはそれですごい感じ、すごいパワーを感じるんですね。違うんですけど、手拍子でこう叩きながらどうやって声出してるのか分かんないですけど、このね今 BGM 流れてるの、うんのはちょっとテンポ早いっていうかテンポよくやってますよね、はい、いろんな音も入りながらね、うんうんうん、だけど元歌はもうほんと声だけとかですね、声だけ、うん、声だけ、うん、っていうのもあるっていう、面白いですよ。あ、じゃあもうきっとなんでこれがこうなったんだろうっていう、はい、その松本さん太陽風オーケストラの松本さんが音楽担当されてるんですよ、はいはい、がアレンジされてる、もうアレンジ力がすごかったです。あ、すごい。でも少年は本当にあの勝負でした、ね、音源が来て振り付ける、音源が来て振り付ける、振り付けができて音源が来るみたいな。これと繰り返して今日の稽古音が来ないんです、あるさん振り付けからお願いしますそうね、日にちもないからね、頑張ろうかみたいな音がないのに振り付けてできるんですか、台本があったのでできたんですよ、台本のイメージがあったので言葉で、そしたらじゃあこんなしてみようかでも音が来て合わなかったらごめんねみたいな一応やるけど、うん、なかなかだって最初の支援会のやつは本当にすごかったです。1時間20分ぐらいだったんじゃないかな。最初の支援会は音楽ができてないので持ち歌 CD に入ってる音源をくっつけて、はい、あの CD にしてそれをもう流す、はい、でやったんですけどそれテンポ感がないのでそれにはゆっくりの曲になんか不思議な振りがついてバンブーダンスかもやったんだ。バンブーダンスそうそう、実はお家を建てるっていうシーンがあるんですねはい、はい、お家を建てるシーンってあの、うん、台本にも書かれてますけど、はいはい、お家建てる DJ なんてお家どんな人建てるのそうそうみたいな。三角先生は材木を持ってきてそこで家を建ててほしいって言ったんです、はいはいはい、どうやってってみんなだってじゃあもう材木じゃバンブーダンスからやって家を建てようみたいな材木二人でこう持ってこうその上を立ち方が踊るっていう不思議なシーンがあ、じゃあ三角先生がずっとついてるわけじゃないですよね。そうですね、三角先生東京にいらっしゃるので、うん、あの大幕私が作り上げて、で三角先生が来た時に見てもらってこれどうですかって助言をいただいて、この作っていく過程も超テンション高い、もうなんかもうわけわからんテンションもうひたすら後輩ついてきました。あの家作りのジラバみたいなあるじゃないですか、あんなのとか使ってるんですかね。ヤタテっていう曲を、そうヤタテっていう曲を使ってます。ヤタテの今ヨアタテかな、ヤタテかな、この曲、うん、今の曲流れてる曲がヤタテの曲で、はいはい、この一個前はねハリミズのクイチャーみたいなの流れてましたよね。本当だ、へー、面白そう。じゃあ55分ね、本当に盛りだくさんですね。沖縄が満載っていう感じですね、はいはい、とっても見てて元気が出るし、疲れが吹っ飛ぶって、はい、ちょっともう時間を忘れそうだったんですけどちょっとね最後にこの日にちとか、はい、このどうやったらいけるか教えてください。はい、公演日が、迫ってまいりました。2月9日の金曜日、はい、こちらが20時公演1回ですね。で2月10日土曜日、こちらは2回公演で16時と20時がございます。と2月11日、はい、日曜日ですね、こちらが最終日で、こちらも2回公演13時と16時がございます、うん、料金の方が大人が2500円、中高生以下が2000円となっております。はい、
はい、お問い合わせの方が ACO 沖縄、電話番号申し上げます。098-943-1357、098-943-1357、あるいはACO の ACO 沖縄のホームページがございますので、 ACO 沖縄で検索していただければ、詳細情報が出ますので、そちらの方でご確認お願いします。天仏那覇の4階天仏ホールになります。駐車場は、ございませんので、近隣の駐車場を、ご利用いただきたいと思います。で、日曜日は国際通りトランジットモールとなっておりますので、はい、駐車場を車でお越しのお客様はお気をつけください。はいはいはい、はい、では皆様のお越しをお待ちしております。はい、そしてね、嬉しいことにお聞きのリスナー様に、イエーイあ、電話しよう、電話、カカ教えてプレゼントが、はいはい、ペアチケット1枚ですね。こちらが、2月10日土曜日の20時公演、8時の公演になります。こちらをペア1組のお客様に、ご招待したいと思います。ありがとうございます。イエーイ、ぜひデートは出してますかね、はい、メール暖かくなりましょう一緒に、はい、メールアドレス 761@fmkoza.jp まで送ってくださいね。はい、はい、チケット、沖縄33チケット希望と書いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日はじゃあちょっとね、短い時間でしたけれども、はい、ありがとうございました。本当に楽しかったはい、では、はい、沖縄さんさん、よろしくお願いします。今日は、演出助手されてます前里茜さんと、琉球舞踊家千葉さゆりさん、そして、事務局の野里陽子さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。会場でお待ちしております。さんさん、コザジラバをお送りしております。今日はね、ゲストさんにぎやかでしたね。沖縄さんさん、ぜひ見てください。この番組、今度からね、寸劇を流そうと思ってまして、シマクトゥバで、やりますから、ちょっと聞いてください。もう最後まで時間があまりないので解説ができないんですけど、シマクトゥバ、脚本は自分が書いてます。で、うちな芝居の千夏剛さんと二人でちょっと会話してますので、ちょっと聞いてください。12月に米軍ヘリから窓枠が小学校の体育やってるところに落ちたんですけど、それの後にできるだけ飛ばないって言ったのに、飛行機が上空飛んだのを受けてやってる、ちょっとコントですけどね。はい、お聞きください。
M 小座と FM ギノワンのちょうど田中あたい761丁目797番賃貸あゆる小座ジノン放送ヤーゴアのつづら富士系ウトゥーティチューンヤーニン樹脂ヌーガナアビトーシガーチューンシマウタつづら富士劇場じゃ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 もしもし、あ、もしもし、あ、もしもし、来週あの居酒屋を予約にゲーサビラな。はい、何名？5名野菜。お名前は？あ、はいはいはい、あのチルマチヤイビン。りょ、できる限りジャーゴアトゥトーチャビラ。は？ヌヤがうぬりょんでゆせ。いやいや若者やり。売りからあのできるかじりんでして、いふうなものいすが、な、しむさしむさ。そして当日予約した日。チャービラサイ、予約さるチルマチヤイビーシが。あ、チューヤ、ミシェ、アチエウイビラン。ぬう？予約んさしが。アチエウランムの。待て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 。先週の木曜日13時に電話させ5名分ジャーゴアツトーチュンチイチャンドや俺あったとおらやできる限り両んでイチャンのアイビランなあたいはできる限りリーセ感動なことのねえらんかじで約束んすんちうみあい納得んさしがマスカあねやらんばいアイビラン、ミシェウティ、キミンでのことやいびん。おと、約束守らんてんしもんな。約束守らんね。あばさあやたらや。あんやたんや。ええ、くんど、くったんかや。あばさああらんごと、ハリセンボン、もちちゅうことや。うりな。ヤッシが暴力を並んどんで応援さるとちいつおたんどやさよとやんど安静ぬんちわった約束ねえ兄さん守らんたか人になれる着ぬいっち着とはいいちのさぬぐぶりさうれくまったことでやるわかたん。うぬことやや。ナイルかじれ。ネットうてあびらんかい。なしもさ。ビチヌミシンかい。いかな。とうさ。どうでしたでしょうかね。あの、沖縄のうちな口をね、マスターしたいなと思って、まずこのね、芝居で練習したいなというのもありまして、この、まあ、こんな居酒屋ないんですけど、あ、もう改札全然間に合わない。小座ジラバ、お送りしました。もやーっとした芝居ですけどね、そのもやーっと感を表しました。ありがとうございました。また来週。